ミキコ、そいつを貸せ。え？じゃあこうなったらそのシナリオはどうなる？何の真似だ？俺のシナリオはこうだ。元恋人に罪をかぶせるために山ほど悪事を働いた男を元ヤクザが始末した。俺が懲役くらえば済む話だ。お前の手まで汚させてたまるか。ジュンのためにもな。俺は的を外さねえぞ。とにかく俺は強い男になりたいんだ。大事な人を守れるような強い男に。だったら重要なのはな、ジュン、ここだぜ。なんだそれ。ま、いずれ分かる時が来るさ。お前がそうなりたいって思い続けることができればな。楽しむ時間はなさそうだ。警察が来る前に肩をつける。来い！
イフに毒を。母ちゃん。嘘だった。お前が全部作った嘘だった。初めから全て。あの事件の後だって真帆たちを殺した奴とも知らずのうのうと生きてきた。どんな気分だよ。なんで平気でいられる、この悪魔が。ミキ、やめろ。もっと早くこうするべきだった。ミキコ、お前もなくしちまうぞ、一番大事なものを。お前と別れた頃の俺もそうだった。憎しみに逃げ込んだ。一番大事なものが目の前にあるってのに、俺は親父に怪我をさせた奴らに復讐することを選んじまった。だがお前は間違えるな。母ちゃん、また俺を置いていっちまうのかよ。俺のことも嘘だったのか、嘘だったのかよ。やられた。東のおっさん弱いな。うるせえ、負けてやってんだよ。もう一回やるぞ。いいぜ、絶対負けねえし。おう、カイトーの兄貴。あ、いててててあ、
まだ無理しないでください。大変な状態だったみたいですから。3日も寝てたんだぞ。3日も？ミキコは無事なのか？うん、ずっとカイトーのおっさんをつきっきりで見てたけど、さすがに疲れてたみたいでな。フラフラになってたから白樺のおっさんが休ませるって言って連れて行ったよ。お前は母ちゃんについて行かなかったのか？うん、俺はいいんだ。東のおっさんがいろいろ遊んでくれたし。いや、まあ暇だったもんで。貞本は？ああ、ダメだったみたいです。そうか。八神からです。出張から戻ってきたみたいで、さっきまでいたんですが、兄貴がいびきかいて寝てるの見たら安心して帰っていきましたよ。おお、そうか。痛兄貴、無理しないでください。問題ねえ。問題ねえって、傷ふさがってないっすよ。じっとしてる気分じゃねえんだよ。無茶しないでくださいよ。ジュン、ちょっと話すか？え？うん。